シャーサラダ、ポテトサラダ、コメサラダ。コメさん、あれですね、海外住んでたんですか。え、実はさっき英語バリバリ喋ってるのをちょっと見ちゃったんですよね。あれ英語に聞こえた。はい、嘘、英語に聞こえて、あれ魚沼弁で、それ僕が翻訳したんで、ちょっとそれ見てもらおうかな。あ、でもイグちゃんも住んでるの。そう、僕バリバリ英語得意なんで。え、どこ、アメリカは。いや、あれ、シモイギス。何、シモイギス。シモイギリス。はい、シモイギリス。シモイギリス。え、に住んでたの、それどこがあるの。シモイギスってとこあるの。シモイギス、そう、ってとこあって。え、に、何、翻訳したのさっき。あ、見てくれてる人にね。そうです。だから見てくれてる人にさっきの英語を翻訳したんで、うん、ちょっとその動画見てもらおうかな。はい、もちろん。じゃあちょっと星野さんの英語と僕の翻訳をいきましょう。Yeah, yes, yes. It's sunny. The weather is sunny. Yeah, very good. No, it's very good. Mm-hmm. But it's okay. Because you went from Niigata. Oh, really? It's my hometown, Niigata. Oh, really? Yeah. But your hometown, Niigata, gets snow, right? Yeah. So we could not ski. So that's why we come here. Niigata, we ski 4 years. That's a good idea. Yeah. Niigata, ski 4 years. Niigata is very nice. Yeah, don't thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Don't thank you ですよ。私もドンセンキューっていう宿で働いてましたって言ってますね。 But unfortunately, we stay in a hotel with the snow check just outside. But the time that we arrived, it has not yet get slow. スキーはオフサイドがあるから難しいけど、スノーボードはオフサイドがないから回し放題。わかるわかる。だから私もスキーやめる、オフサイドがないスノーボードにしたんですよ。 You should come next time too. Yeah.やっぱり、バリュー、ハブファン。ナイスポーツよね。Yeah, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. はい。はい。って感じでね、見てもらえたでしょうか。星野さんは、実は星野さんは僕のこの翻訳を見てないんで、YouTube で僕が配信してから、見てください。僕はどんな翻訳、ちゃんと翻訳してるんで。はい。わかりました。はい。でもすごいね、日本が好きな方でしたね。あ、そう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 、すごいいい子だったよね。好き、やっぱね、サッカーも多分好きよね。サッカー、うん、サッカーしてた。え、サッカーの多分好きな雰囲気出てたよね。でもあの会話からすると、あの雰囲気だとでしたかな。うん、結構そういうサッカーとかにも、あ、好きなんだな、多分好きな人の喋り方だな。でもタイミングがね。うん、でも楽しんでたから良かったよね。そうですね、スノーボーダーは、うん、やっぱプロとなれば、英語もね、ペラペラで喋れないと。ペラペラじゃないよ、ちょっとね、ちょっともうあれぐらいは喋れないとね、ダメなんでね。はい。でも本当にお客さん多いよね、英語の方がね。多いっす。すごい多い。で、アジア系の人も結構英語喋れる方多いっすよね。多いよ。だからやっぱ英語は使えた方がいいんで、この動画を見て、ちょっと英語、やっぱ、あ、イグちゃんとか星野さんみたいに喋れるようになりたいなっていう人が英語を勉強してもらってもいいんじゃないかなと思います。世界共通語です。そうですね。はい、じゃあちょっと今回プロスノーボーダー英語も喋れる説っていう企画です。ありがとうございます。楽しみ。はい。